キーナン・アンソニー・ミドルトンは、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のシアトル・マリナーズ所属。2013年の MLB ドラフト3巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・エンゼルスで、プロデビュー。パイオニアリーグのルーキー級、オレム・オールズでもプレイし、 2球団合計で10試合に登板して1勝3敗、防御率7.76、20奪三振を記録した。2014年は、ルーキー級オレムでプレーし、14試合に、先発登板して5勝4敗、防御率6四4 5 53奪三振を記録した。2015年は、A 級バーリントンビーズでプレーし、26試合に、先発登板して6勝11敗、 防御率5.30、88奪三振を記録した。2016年は A 級インランドエンパイア6クサーズ、A 級アーカンソートラベラーズ、トリプル A 級ソルトレイクビーズでプレーし、3球団合計で46試合に登板して1勝2敗、8セーブ、防御率3.41、88奪三振を記録した。 オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年はトリプル A 級ソルトレークで開幕を迎え5月5日にメジャー初昇格を果たした。同日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは64試合に登板して6勝1敗。3セーブ、防御率3.86、63奪三振を 記録した。2018年は若きクローザーとして躍動していたが怪我の影響で5月14日に故障者リスト入りし同月にトミー・ジョン手術を受けた。以降のシーズンはリハビリに費やし16登板、6セーブ、防御率2.04でシーズンを終えた。2019年8月28日に手術から15ヶ月を経て再びメジャーへ復帰した。 クローザーはハンセル・ロブレスに譲るも11登板で防御率1.17と復活の兆しを見せた。2020年オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年12月16日にシアトル・マリナーズと80万ドルの単年契約を結んだ。平均96.4マイルパーアワーのフォーシームを投げる割合が約7割を占め、残りの 約3割はスライダーを使用する。ありがとうございます。